どうもスカイピースイエーイ。今日は稀に見る大雨なんですよ。確かに大雨だね。昨日からすげえ降るよみたいに言われてて、今日めっちゃ降ってんすよ。うるさくて起きたもん。風もすごいっしょ。窓とかもカタカタカタってくらい今日天気大荒れなんですよ。はい。これディズニー空いてんじゃないかな。これディズニー空いてんな、これこれディズニー空いてんな。ディズニー空いてんじゃねえかなって思って、すっげえ大雨が降った時に行ったの、うん、俺とロアちゃんだけアフロックから参加で、他のメンバー先に行ってて、大雨すぎて俺たち着いた瞬間この台風全員帰って、え、連絡の入れ違いみたいになって帰っちゃって、帰っちゃったの。中入って合流したら帰ったから、なんか乗り物乗ってくかっつって、トイストーリーマニアあんじゃん、3時間待ちとかよ普段、うん、30分ぐらいで乗れて、今日相当空いてんじゃん。相当空いてるね。なんかディズニー行きたいと思う。ん？ネットで調べられるよ。ネットの情報わかんないよ。何分待ちっていうの調べられる。5分とかだったら、あ、空いてるわってなるし。そんなん180だったら、ある。今30分待ちだからここ行こうっつって、みんなそっち行ったり。それでも昨日のやつとかじゃないの？違うね。なんそれめちゃくちゃいらなくない？やっぱりディズニーってさ、基本的にめっちゃ人多いじゃん。いない光景を見てみたい。なんでもうね、今日俺テオ君来る前にタクシーをめっちゃ呼んだんすよ。そんないらんくない？一台も来なかった。だからちょっともう先に行って、家で泊まってますね。来てるの？タクシー来てます今。断れない状況？断れない状況にいますけど。そのタクシーにアイノが乗ってるとかじゃない？乗ってるとかかもしれないよ。それだったら全然行くけど。ランドに着きました。今回この大雨だったら、まあ、ノー変装でもバレないんじゃないか。もうバレたよ、じんたん。え、見て、海に行く時の俺、今日ここに待ち合わせラインに来てるとかじゃないの。え、もうここまで来たらいないでしょ。だいぶね、今日なんで来たんですか、この大雨の中。学校が今日休みで来たんですよ。なんで来たんですか。学校が休み、土曜日学校だったから。あ、振り替え休日で。寒くない？うん、半袖めっちゃ間違えた。どこ行く？雨に濡れるのでね、カッパを買いましたと。森蔵みたい。ちょっと待って、雨が防げてる気しないよこれ。水遊び坊やめん。やめなさい。せっかくだからキャストさんに写真撮ってもらいましょうか。すいません、写真撮ってもらっていいですか。これ最高っすよね。もう泳げなさい。すいません。おすすめのご飯物屋さんってありますか。今インスタ期間なので、はい、個人的にはキャンプフットジャックに売っているヒレカツさんのバッジョン。来たな。ブートキャンプ。キャンプフットジャックです。イエーイ。バイバイ。あれ。何度と言ったらシンデレラ城の前で撮影でやっしょ。と思うじゃないですか。どういうこと？落ち着く。前までは行けない。あそこにでっかい塀が入ってる。いやでかっ。違うしなくか。違うしなくに来たよ。2メートル級だったから。ちょっと発行してくる。ここで撮ろうぜ。いますよ、テオくんの彼女が。雨でもずっとこけなげに。久しぶりやん。大きいなって。ずっと箱持って。あれからずっとこれ。泣かないで。傘差してやりゃよかったな。レインコートあげる？イケメンなのよくわかんない。質問してるんですけど、なんでこんな大雨にディズニー来てんのかなっていう。仕事が休みだから。耳を折ってください。耳折るとか水出てきますよ。やばい。私も出てきます。相当びちょびちょじゃん。おそろコード出てきたの。そうです。全く見えないけどね。着きましたね。着きました。ここ来たことない俺。ない。充血すごいけど大丈夫。嘘。すごい充血。目がすんごい充血してる。ちょっとこれ変えましょうか。変えましょう。おにぎりサンド牛カルビのセットで。じゃあマスカットゼリーお願いします。このサンドイッチ長いやつということで買ってきましたね。お姉さん言ってたプラス80円のドリンク、はいはいはい、セットのポテトチキン。うわ美味しそう。こちらお姉さんがおすすめだったお、ヒレカツサンド。うまい。言い方や雨なの私。めっちゃうまい。
外国の人ですね。これめっちゃうまい。ディズニー来てわざわざここまで来るのめっちゃめんどくさいくらい遠い。一番端でもこれのために来る価値はある。人体ルースでいいから、それ彼氏ホークアイか。アベンジャーの夢って感じでまだ見てない。アベンジャーの仲間に中だから、なんかフラッとこう見て帰るつもりだったら意外といるんだ。一回楽しんでる。ジェットコースターできるっけ。大好きだっけ。今確認するそれ。こんだけやってきて。うん。ハルトの色。アベンジャーズ大好き YouTuber みたいな。それしか話さない。雨の日のディズニーってめちゃめちゃ体力奪われる。みんなふたふたでしょ。気使うことばっかじゃん。濡れて拭いて、傘あって、携帯出した携帯めっちゃ濡れてとか。ちょっと雨降ってた時とかだったら、たまりで A かなって。そのレベルじゃないもん。パレードあんのか。シンクロとかしてるの。めっちゃ楽しませてくれんじゃん。めっちゃ飲みやすい。はい、全部完食です。フラッシュマウンテン行きましょうか。うん。やってんのかな。あ、そもそもね、乗り物も乗れんの少なくなっちゃうから、とりあえず向かいたいと思います。ブラッシュお休みでしたね。お休みでした。普通に雨とか関係だけど、9月まで工事やってるやつ、うんうん、こんにちは。あ、こんにちは。今日なんで大雨なのにディズニー来たんですか。彼がオーストラリア、コロンビア出身なんですけど、オーストラリアで出会って遊びに来てくれたので、うん、せっかくもう今日しかないパターンの。プラスメイト、アイバーのスタート。エンジョイ。何でも帰りましょう。帰ろう。楽しいよ、やっぱディズニーね。いや、もうそうね。どんだけ雨降ってても楽しいよ。あれ、カメラ撮れないのかな。ジンタは多分次ですね。ダンボ顔いってる。ダンボの顔言ってた。ジム兵乗ってるよ。サンダル流れる勢いだ。あ、いた。バイ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 。あ、頑張れ。ダンボ目いってる。相変わらずダンボ目いっとるわ。乗ってるの3人。ハート送ってます。後ろの人にハート送ってます。はい、楽しめましたね。楽しかったです。帰りましょうか。バイバイ。バイ。楽しかった。See you again。最後まで見てくれてありがとう。雨の日ディズニーは気を使うことが多くてなかなか大変でした。けどやっぱり夢の国楽しい。けど一番は晴れてる日に行くのがベストでございます。明日のスタイピースは大喜利カルタで大爆笑。それでは楽しみに。ピース。